一般に使っている愛であって、キリスト教でいう愛、つまり神の愛、アガペとは異なりますので、誤解のないようにお願いします。この愛の両面性は、恋愛について考えるとよくわかります。男女の愛は、ひたむきに燃え上がると、愛する者のために命を捨てることも厭わぬ崇高さにも高まりますが、それだけに一旦相手に背かれると、激しい憎悪に一変しかねません。こうした激しい愛をテーマにした物語が、古今東西、どれだけ書かれてきたか知れません。書いても書いても書き尽くせないのもそのためです。私たちにとって自分と自分の所有物への執着心は生きるのに欠かせないものです。けれどもそれが強くなりすぎると割愛になってしまうのです。割愛とはあれが欲しい、これも欲しいとむやみやたらに欲しがることです。あればあるほどさらに欲しくなる欲望です。それは例えば大海原でナンパした船上で海水を飲むようなものだと言います。塩分を含んだ海水を飲むと喉がカラカラに渇いて水が飲みたくなる。飲めば飲むほど喉が渇いて苦しみが増すのです。この割愛がサンスクリット語のタンハーのことで、割愛から解放されて初めて心も体も真の安らぎが得られます。